はい、どうもエスです。さあやってまいりました、 J リーグ対戦企画。記念すべきね、記念すべき、何を記念してかわかんないけど3回目になりましたね。ライブ配信ね、来てくれてる方はもうご存知かと思うんですけれども、今回の対浦和レッズ戦で、この企画最終回になる可能性があります。っていうのもですね、なかなかね、ちょっとこの企画あんまりね受けが良くなくてですね、直近10試合のランキングって出るんですよ、配信者のね、その動画投稿者のところに。でこの J リーグ企画のね、動画、まあ私のね力不足で、まあ J リーグのせいじゃないんですよ、俺のね企画不足、まあ力不足のせいで連続ね10位なんですよね連続10位なんですよ。ということで、この第3節対浦和レッズ戦でもしね、ランキング10位だった場合最終回となります。ということでね、思い残すことがないように最後ね勝ちで締めて終わりたいと思います。で、現実の山鹿の方は大分にね無事勝ちまして、勝ち点今4に伸ばしてますね。で俺の場合は第1節岩田スカットとの戦いで、まあ、全然ねクソつまんない岩田スカットじゃないやつと対戦して無事勝って勝ち点3、ただ次の大分との戦いで負けたので勝ち点3でね、現実の山鹿の方が勝ち点は上というわけで、さあ浦和レッズ戦ねどうなるかということで、興味ある人が何人いるかわからないけど試合やっていきましょう。レディゴー。まあでね、今ねそういうのはセッサ、3月9日土曜日の1時半です。真夜中ね、本当にこの真夜中対戦してくれる相手の方リスペクト、いやマジでありがとうございます本当にね。ちょっとね編集もろもろ考えるともうこの時間にねやってもらうしかないということでね、急遽募集して来てくれた方なので本当にね感謝です。いやもう最終回をね飾るにふさわしいありがたい方ですね。よーし、そのね感謝にも応えるためにガチで倒しに行きます。セルジーネがやばすぎる。あー長いでいきましょう。オーケー、よし、これでいくよ。よーし、あ、やべえ、スカット見んの忘れた。ちょっと見させてもらおう。やばいやばいやばい、相手のスカット確認してなかった。せっかく浦和レッズで来てくれたのに。よしよしよし、ちょっと確認させてもらおう。いやマジで負けらんねえ、負けらんねえぞ。よーし、ちょっとね見させてもらおう。さあお相手のスカット浦和レッズ来たー。いやこれ浦和レッズだね完全に。よーし、牧野の裏をぶち抜くぜ、いこう。よーし、ありがとうございます、やっていこう。よーし、いこう。さあ最後になるかもしれない、思い残すことないように。まあね、最近本当にね、何久保くんレベマ企画でアプリばっかやってるんで、めちゃくちゃね、アプリの方の精度は上がってますね、はい、なので、前回みたいなね、しょうもない試合は多分しないと思う。いいんじゃない。あ、いいいい、これいいぞ。あ、いい、来ただろ、いけ、よーし、オーケー。ちょっとごめん、これパフォーマンスさせてもらうサムネをごめんなさい、すいませんでした、後で謝っとこう。サムネは欲しかった、ごめんフルパフォー未満。よしよしよし、サムネも取れた。怖い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 、あ、やばい、大丈夫、よしよしよし、大丈夫だぞ。オーケー。いや俺マジで久保くんレベマ企画でちょっと上手くなったな。あ、行ったこれ、よーし、来たぞ。よし、はい、センキュー。嘘マジでか、
うっそ、絶対決まったと思った今。いやー、裏やばい、やばい、危ない危ない、これはマジでピンチ。いやー、ナイス、危ねー。よしよしよし、後半ね、行こう。優秀伸び。いやー、なんか寂しいね、あんまり続かなかった企画だけど最終回かもって思うとちょっとやっぱ寂しい気持ちになるな。いや本当感謝だわ、この時間帯来てくれた人。え？マジで？嘘！いやちょっとさ、今感動的な感じで、いやいやいや、マジか。いらんいらんいらん、普通に俺に勝たせてくれ。いやいやいや、マジか。いや感動のラストにさせろよ。させろよって言っちゃった。させてくださいよそこは。いやいやいや、待って待って待って、マジで取れる、ナイス、おし、ナイス、落ち着いて回そう。やべえ、延長設定してねえや、そういや。待って待って、引き分けフィニッシュは、あ、まあでもリーグ戦延長とかないもんな。そこはまああくまでガチでいこうか、リーグ戦に沿ってで。あ、怖い、おしおしおし、うーわ、ちょっと待って、いやー気をつけたいね、コロキ、怖い、やばすぎる。あー、ナイスキー、あぶねー。さあ行こうぜ、うわー、やばい気がする。ちょっと怖えなこれ。おしよしよし、大丈夫、ついてるついてるついてる、大丈夫、よし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 、熱い試合だぜ最後。よしよしよし、これね劇的ゴール決めてね、まああのエンターテイナーなんでね、私やっぱここはね最後やっぱ劇的に決めますよ。さあ優秀の美を飾ろうじゃないか、この企画いくぞ、最後感動のラスト、まばたき厳禁タイムです。いやー今までねこの企画楽しみに見ててくださった方に俺からのプレゼントです。最後ねゴールを、よしよしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと伸びちゃったね。最後ゴールをねプレゼントしよう。はい、いいよ、大丈夫大丈夫大丈夫。怖いよ、危ねー。よしよしよし、大丈夫、まだ時間あるよ。さあ皆さんね、ほんとありがとうございました、感動のラストです。最後なー、いやあのねだ、まあマジかー、いやーごめんなさい、最後ねちょっと勝利で飾れませんでしたが、違うんだよみんな、この企画本番は今日の午後、ごめん何時か調べてない、浦和レッズと山鹿の試合、この試合でガチのねリアルの山鹿が勝って初めて完遂するんです。はい、ということでね、山形対浦和戦乞うご期待。こんな感じでいいっすか、こんな感じでいいっすかね。終わりまーす、最終回の可能性濃厚。なな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 な
い。